何でも日本政府が韓国政府に対してお前ら福島の食材利するために給食センター作ってんじゃねえよとか言い出したんだそうな。その流れだと日本政府がイカれてるって話になるけど、丸いミイカれてると言えばイカれてるでしょ。だってまともな理論が通じる相手じゃないのに言うだけ無駄じゃん。初手からびっくりするくらいの理論展開してますけど、しょうがないね。だってその通りだから。そもそも福島の処理水は安全とか発表しちゃった、国内の科学者を左遷するとかいう価値の言論統制しておいて、ほとんど自由の国の面影はないようなことやる国よ。まあまともなわけないよね。なんなら感染者を銃で撃ち殺して感染者者いないとか言い出す。どこぞのイカれた国とそろそろ並んでもおかしくないと、アーモとは同じでしたね。イカれたことが得意なのもまあまあ納得いくのぜ。まあそんな国に今さら何言っても無駄じゃないの。感じ半端ないけど、とりあえずマジ基地相手だろうがなんだろうが立てとくことは言っとかないとダメだっていう話なのか。なんでも福島県産の食材に対して否定的なダメージを韓国が植え付けてるっていう話だけど、それはそれで今更感あるにゃんよ。別にいいけど、輸入規制かけてる時点でって感じにょん。まあ別に韓国に福島の食材輸出するのももったいない気がするから、人的にはそこんところはぶっちゃけどうでもいいわけなんだけど、むしろ言いたいことは韓国政府自体が日本に対しての風評被害を植え付けてるから、とっとと任務完了して自爆スイッチをしてほしいところなんだけど、まあ何の根拠もないことで叩くの慣れてるからね。なんならその存在そのものを抗議してもいいレベルだけど、マースもその今までの前提条件で韓国政府なり民間団体が福島の処理水なり放射能汚染系わめき散らしてるって前提条件をあるし、そもそも体育会の人間が福島の食材食わないようにとか、そういうところが原因の一つ。体によっていうか普通は空間放射線量計で食材の放射線量を測るふりとかしないんだわ。いやワンちゃんそれはガチでやってるのかもしれんぞ。そっちの方が救いようがなくアホな話なんだけど、いや今回の話初手から最後までアホな話だけど、ここが地獄にゃんか。まあこの状態の時点で韓国が日本に対してやってることが完全に風評被害なわけなんだけどねっていうか、福島の食材を食なとか言い出してた体育会だかなんだかのバカ野郎は何か言ってねえのか。韓国文化体育観光部長官かしら、確かクソほど嘘ついてたって話はしてたもんね。確か給食センター設立するときに福島県産の食材を食べるなと指示したことはないとか、わけのわからんこと言ってたよね。いざとなったら忠告はしたけど指示はしてないとか、言いそう言ってることがクソの理論なんだけど、まあそういうイカれたことを平然というのも韓国らしいというか、なんというか、これマジでこんなこと言ってて日本が信じるとでも本当に思ってるのかね。いやどう考えても苦しい言い訳じゃねえのと思ってたの。でもなんかサイコパスなところを含めて考えると、これワンちゃんが血なんじゃないかなと。だって給食センターは毎回運営してるもんとか、そういうことでねえんだわくらいのこと言ってるもんな。普段と今回の立ち位置が違うのよくわかってるにょ。そもそも給食センター自体にうんぬん言われてるわけじゃないのよね。そういうところやっぱ本当に理解てないんだろうな。こういうところもガチで何もわかってなさそうなのよね。っていうか放射能フリーって言ってる時点で知能フリーなのは分かってたよっていうか、放射能フリー弁当とか言ってる時点でこれで放射能関係ないとか言い出すのは無理でしょ。それでいけると思ってるのがイカれてるよな。そもそも言い訳がね、日本は高温多湿で
食中毒が強いからとかそういう話にすり替えてるから、いやお前らなんだわ、なんで日本より寒冷地のくせに、しかも真冬で食中毒起こしてんのか、逆に教えてくれよ。お前らに任せるより、日本の飯食ってた方がよほど安全なのがどうやら分かってないらしい。もう放射能菌でいろいろ隠そうとしてるところ、いい加減諦めた方がいいと思うぞ。さすがに隠せねえだろ。選手村の食事に気をつけろって言ってる時点でもういろいろ察してるからね。こっちはうだうだ言うなよてめえらって感じ。まあそんなみたいな理由の中で、あんなみたいな弁当を提供してるから韓国はメダルが取れてねえんじゃねえの。アスリートが摂取する食事は平均4000キロカロリー、どう考えてもあんな金がないやっこが作りましたみたいな弁当でまともなカロリーが取れると本当に思ってんのかしらね。でも確か前に動画にしてたけど、あれだよね、予算がないのか何か知らんけど、ご飯とキムチとスープだけとか、あっそんなカロリーのない食事を軍隊にも支給してたんだから、そりゃまともな食事を取らせる風習はないのかもしれないよね。しかも韓国の選手は友好的に弁当を分けてくれることもあるとかそういう話らしいわ。まあわざとやってるんじゃないだろうから、あんまりなことを言うつもりはねえけど、それって大丈夫なやつ、めちゃくちゃちゃってるにゃんよそれ。言うか分けてたら余計足りないでしょカロリー、そりゃ夜食おいしいですになるよね。わかるよん。まあ施設内にはコンビニもあるし、どう考えても弁当以外にちゃんとなんか食ってるでしょさすがに。ちなみに MBC とかそこら辺のテレビ局の話は知らんけど、イドンとかいう別のマスコミのやつらはコンビニで弁当買うなりホテルの朝食利用してるんだとさ。ふん、まあこれで放射能型どうやってる曲だったら入れてもいいやつだよな。これでクソほど民度の低い韓国ネット民が発狂してるんだそうな。発狂するんじゃねえのとか前の動画で言ったら本当に切れてると。はねもう一ついいにゃんか、ネットは余計みょんよ。まあたそうやっていろいろ危ないこといいだ済んだからまあしょうがないよね。事実だしな。オリンピック食堂を使った選手相手に放射能を美味しく食べてくださいとか、日本に帰化しろとか、訴訟もない誹謗中傷のラッシュが巻き起こったらしく、最近では関連記事にコメントすら掲載できなくなってるらしいわ。まあ民度だよね。なおニュース自体が6日本の捏造かもしれないみたいな、そんなみたいなコメントも出てるんだそうな。アー徴用工と慰安婦を捏造した国の連中は発想が違いますね。その発想はなかったわ。っていうか放射能を美味しく食べてくださいって言ってるけど、そもそも放射能打ってみあるのかしらね。いや知らんがな。っていうか赤虫入りの水飲みんで寄生虫の混ざってるような飯を楽しんでくれ。私は絶対嫌だがな。そもそも普通の国の人間は一切大して気にせず食ってるけどね。普通に気にしてたら一切何も食えなくなるからね。これでもこれ最終的に韓国が日本は放射能汚染国家とかいうクソみたいな印象操作をしたいだけなんだろ。チキチキ放射能ベクレル対決とか日韓でやってくれないかしらね。 IAEA に立ち会ってもらったら AEA がちぎれしそうだけど、それはそれで悪い話じゃないと思うにゅう。まあ普通に考えたらありえないけどねっていうか、そもそもこんなアホなこと言ってるの韓国だけだからね。他の国の選手は日本の餃子甘えとか福島のももうなとか毎日最高とかそういう話してるからな。あー韓国の政府とメディアも最高みょんよ。そのバカみたいな発想と指定が滑稽すぎてさすがとしか言いようがないもんね。よかったね韓国対したメダルは取れてないし、わけのわからんイチャモンつけに来ただけだと思われてる割
2、ピエロ的な感覚で行くとあんたらやってることは面白いわよ。なんだっけ対局機を云々従ってたサッカー選手。結果ボロ負けして日韓戦まで持たなかったんだっけ。政治活動ばっかしてまともな飯も食わなかった挙句。力が出ないで途中敗退とかそんな感じか本末転倒もんね。実質にぎやかし妙に、いや読んだ覚えねえけどっていうか、まあまあ2年くらい前から必死にいろいろ印象操作しようとしてたのは分かってるけど、よかったな誰も信じてねって弱ったピエロにゃんね。オッケーでしかないにゃんっていうか、もうちょっと韓国のこういう頭のいかれた報道を日本メディアも言及するべきでしょ。くだらねえワイドショーをやるくらいなら他にやることあんだろ。でもよかったよね、最初は日本の特定や頭とか韓国ソみたいなやつの印象操作にイラッとしてたけど、まともなやつは全くもって信用してないっていう話ね。これからも必死に一人で踊り狂っててほしいにょんよよ、現代のドンキホーテ。まあぶっちゃけ何でもいいけど、まあ想定の範疇だったといえば想定の範疇だったわよね。選手団が国の恥を晒しに行くもんだと思ってたら、そもそも国自体が恥の塊みたいな感じなんだから、どうしようもないとしか言いようがない。1っていうか、何がイカれてるって孤独見せられてる感じだよな。垂れ幕掲げた選手団と韓国政府とネット民とかいう、どれもこれもしょうもないものが同じ壺に入れられて誰が最強か争い合ってる感じ。安心していいですよ、番一活動にしこしこ勤しんでるとかそういう点においてはみんな揃ってしょうもない集まりだもの。音楽毎度毎度のことなのかもしれませんが、ああ発狂をしているのは韓国政府だけだったようです、私が考える限りですが。彼らは恥ずかしいという概念があまりないタイプの種族のようです。国としての品格についてはうるさい代わりに、個人として恥ずかしい行いや立ち居振る舞いといった常識的な点においては欠落をしているのかもしれません。今回ほぼいいところのない韓国ですが、私から彼らに一つ金メダルを差し上げたいと思います。競技は一人相撲です。この競技であればおそらく韓国が最強でしょう。白麗霊夢でした。音楽パンパンあった音楽。